皆さん今日はですね、はい、あんたちょっとたるんでるでしょ最近、どうせどうせどうせ最近体動かしてないでしょ、どうせ。な、何、私の体見てるんですか。言い方もようないな、よくないな。何ですか、ロエルさんはそんなこと言って、はい、私の体を見てるんですか。違う違う違う、体を見てるとかじゃなくて、違いますやん、それは。もうあのさ、違う違う、なんか夏だしね、露出も増えますしね、はい、そうですけど、わかります。ご心中お察しいたします。ご心中お察しされても困るんですけど、違いますよ。別になんかそんな目屋さんの体を見てるわけではなくて、しょっちゅうお見舞い申し上げます。あ、もうなんかしょっちゅうお見舞いだのなんだのあなた動いてるんですか、最近体動かしてるんですか。全然動いてないです。終わってます。今日何時に起きたんですか、あなたは。あ、今日はですね、あら、意外と、はい、あの4時、はい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 、ちょっと待ってください、ちょっとごめんなさい、脳が理解できてないんで今まだよ4時は どっちの4時ですか。16時ですか、それとも午前中ですか。お、すごい、お察しのいい。あら、16時です。あ、16時でしたか。じゃあ、まあ、はい、まあそれなりに終わってますね。じゃあ別になんか大それた感じで、私今日はすごいんだみたいな感じでしたけど、別にすごくないですからね、はい、16時は、はい、16時です。はい、あ、そうでしょ。あなただからちょっと生活リズムたるんでるしね、いろいろなものがちょっともうダメなんですよ、あなたは。だから、はい、だから今日はちょっと女の子が泣くと男ってどうしていいか分かりませんよね、皆さんコメントの皆さん、男性ツナは女性が泣くとどんな状況であろうと難しいもんですよね。私もそうですよ、今これは泣いてるのかどうか分かりませんけれども情緒が怖いって情緒が怖いって、恐ろしいな、ほんまに。泣いたり笑ったり。見てください、もうなんか目の下と鼻と顎の下に汗がたるんでますわ、うん、まだ始まってないんですよ今日は今日はこれで汗を流そうなのに、まだまだなんですよ。クーラーもつけてください。じゃあ脇汗ピッチャーにこう売りますよ。あんま言うもんじゃないですし、買いませんよ全然。やめてください。なんか目屋さんの脇汗を誰が買うんですか。あげます、あげます。いらないです、いらないです。え、すっごいいらないです。あの夏だと私、はいはい、なんか一緒にお仕事する人とかには結構あの、はい、タオルだとお化粧がよれちゃうんで、はい、ティッシュでこうやって抑えるんですね、汗を。ああ、なるほど、はい、そう、それを共演した方に投げるのが趣味です。あ、いらないです、いらないですすっごいいらないです。何よりも顔狙って、私あの VTuber 界の大谷翔平目指してるんで。やめてください。顔面いきます。あの共演した方と大谷翔平に謝ってください今通訳の一平にも謝ってください今やめてください、本当に。二刀流目指さないでください、うん、そんなところで何の二刀流か知らないですけど最低ですね、あなた。そんなことやってんの、あなた。いや、でもみんな大体、でもロベルさんが関わってる、はい、私も関わってる人は大体あの私のティッシュ食らってますよ。わあ、ちょっと今度ご一緒した時に俺からも謝っときますね、じゃあなんか何人か顔がトントントンって出てきましたけど、うん、はい、何人か謝っときます。さすがにロベルさんにはちょっと恐縮しちゃったんで、はい、はいはいはい、そう、まだ投げれてないんですけど、今後とも恐縮していただければと思うんですが次回はちょっと喜んでやだ、喜んで投げさせていただきます。俺ちゃんと配信で言いますからね、やられたらちゃんとあなたとのコラボの時に前回やられたんで謝ってくださいって言いますよ。ロベルさんのマネージャーにロベルさんの荷物どこですかって確認して、そこに入れとくのも手ですね。最悪、マジで家帰って開けたらなんだろうこのティッシュ、俺ゴミ入れたっけな、よくわかんないなって言いながらつまんで捨てるロベルさんを想像します。最悪、マジでやめ、いや、俺それをこれから気をつけながらやんなきゃいけないってこと、あなたと何かをするときそうです。やだな、今後は本当に怖いですけど、でも皆さん、うん、はい。